入門後一番辛かったのは母であり、亡き父であり、これから家族が心一つになれればな、と思います。河野恵子さん、54、との電撃離婚から5ヶ月、貴乃花光司、46、の発言が話題を呼んでいる。3月20日放送のザ・発言 X 勝負の1日、日本テレビ系で長らく絶縁していた母、藤田のり子さん、71、や、兄、花田虎上、48、と再会したい、意思表示をしたのだ。作家の瀬戸内寂聴さんとの番組共演が、契機になりました。貴乃花さんは引退後、日本テレビ関係の番組に頻繁に出演しています。その窓口が、スポーツ局の統括プロデューサー A 氏。現役時代から懇意にしており、引退直後のしゃべくり7で高視聴率を獲得したため、日テレ内の各番組に出るようになりました。寂聴さんとの正月特番共演は、貴乃花さんの熱望で実現しました。人生経験豊富な同志寂聴さんに、今後の人生のアドバイスを求めたかったそうです。テレビ局関係者冒頭の番組で、貴乃花は、鉄拳46と共同で絵本作家としてデビューすることを発表。貴乃花さんは、孤高の力士として生きてきましたが、相撲界を離れた今、部屋を剥奪され、取り巻きはいなくなり、お金もなくなった。唯一の味方の家族まで、バラバラに。寄る辺のない現状に寂しさが募ったそうです。相撲教室の先生を率先して務めるなど、彼の今のモチベーションは次世代を担う子供たちのためにできることは何か、だから絵本作家の道を選んだそうです。絵本を書くにあたって、子供たちに家族の大切さを伝えるためには、自分がその関係性を見直さなければならないとプロデューサーらに話し、家族関係修復を願うコメントになったそうです。前出テレビ局関係者家族との和解提案をした背景には、恵子さんとの離婚が大きな影響を及ぼしたのではと証言するのは、元後援会関係者だ。00の医師との不倫報道で、のり子夫人が双子山部屋を出てから、恵子さんが女将さんとして全権を掌握。以来、夫妻は明らかにのり子さんや角界を離れた虎上氏と距離を取り始めたんです。貴乃花は、恵子さんを全面的に信頼し、一時は相撲協会トップ3まで上り詰めることができました。しかし、貴乃岩事件を発端に貴乃花は、相撲界を離脱。結果的に、夫婦関係も崩壊したのです。貴乃花と家族の和解を、恵子さん本人は、どう思っているのか。3月下旬、彼女を直撃した。貴乃花が、のり子さんたちと和解するという発言をしています。そうね、大変いいことじゃないですか。結婚中はどうしてなかったのでしょう。お姑さんとの交流はなかったんですか。私にとってあの方は、お姑さんだという意識がなかったんですよ。結婚した時には、部屋の女将さんだったし、その後は、部屋からいなくなってしまったし。ですから、姑との関係と言われてもね、離婚で、貴乃花と、のり子さんの関係が改善されたということでしょうか。それはご本人に聞いてみないとわかりませんよね。でも、いいことじゃないですか。気になってはいたんですけどね。前室のテレビ局関係者は、言う。離婚後、貴乃花さんは、親方時代の寡黙な印象から一転して饒舌になりました。強い親方を夫妻で求めるあまり、家を出た母親を恨むように、特に部屋を任された恵子さんはそう感じていたようです。離婚で貴乃花さんは恵子さんの呪縛が解けたように映ります。
すでに日テレは家族和解へ向けた番組共演に動き始めています。貴乃花さん本人は連絡先を知りませんが、 A 氏はのりこさん、虎上さんとも親交があります。世間の注目度が高いうちに親子3人の再会を実現させたいそうです。